どうもとんかつです。今回は新スキルを使った調整後の伝承ウィッチスキル回し紹介やっていこうと思います。伝承ウィッチに関しては今後も随時調整を入れていくらしいということですので、現状それなりにいい形にはなったんですが、今後も調整ごとにスキル回しなど変わっていくと思いますので、申し訳ないんですが今回はあまり編集に時間を割かずに行こうと思いますので、少し見づらい動画になるかもしれませんがご了承くださいませ。それでは行きましょう。伝承ウィッチなんですが結構な調整が入りました。内容はざっくり、一部のスキルが別物に変化したこと、コマンド入力でのスキル発動が可能になったことですかね。まずダイヤモンドダストの領域、これが大きく変わりましたね。従来は設置型スキル CT が40秒のものだったんですが、 CT20 秒の別物になりました。これが超強いですね。そしてフレームバーストの3回、こちら変更前は集中という飛距離のあるスキルだったんですが、自分中心の円形範囲攻撃になり、シフト左クリックで打てるようになりました。出が早いですし倍率も優秀ですので、狩りにおいては使いやすいスキルになったと思います。そしてライトニングプラズマの強撃、こちらも似たような感じですね。シフト C で打てます。そしてマグヌスで追加された新スキル、グランドブラスト、これが超強いですね。挙動は長めですが合計倍率が 3万%を超えますし、伝承の場合ですと持ち替えなど発生しませんので違和感なく使えます。ではスキル回しの説明をざっくりですがやっていきます。まずは任意でマジックルアーを配置し、マナーアボイドやトランジョンで背後に回り、横左クリックのグラウンドスパイク、こちらは CT 中でも打てるコンボの方を取ってます。スキル効果で魔法防御を10秒間15下げるデバフ効果がついてます。スキル特化は攻撃力と攻撃速度上昇を入れてます。次に後ろ右クリックマルチプルマジックアロー、挙動の割に倍率の優秀なスキルですね。こちらにはバックアタックとクリティカルダメージ上昇の特化をつけてます。次に前 C エレクトリックウェーブ、こちらには10秒間の炎症速度 10% 上昇と回避率 6% 減少デバフがついてます。スキル特化は防御力回避率減少のデバフを入れてます。次は後ろ C クエイクバースト、攻撃力減少デバフ効果付きですね。スキル特化には命中率とクリティカル確率上昇をつけてます。次はシフト左右クリックダイヤモンドダスト領域、フロントガード付きで挙動も優秀、範囲も円形でだだっ広く、倍率も 36,000 オーバーの世界最強スキルですね。こちらにはスキル特化3段階の攻撃力と攻撃速度上昇をつけてます。次は再度後ろ右クリックのマルチプルマジックアロー、こちらで DPS を底上げし特化の上書きをします。次はシフト F アースクエイク破壊、こちらも優秀なダメージソースですね。そして F 押しっぱなしでウィッチの新スキルグラウンドブラスト、ここまでが一連の流れになってます。これらが基本的なスキル回し、最初から最後までほぼ全てのバフデバフ効果を乗せきれます。ただ厳密に言えば初手のグラウンドスパイク、こちらの魔法防御デバフ効果が割と早い段階で切れますので、こちらを切らせたくない場合はちょっとややこしくなりますが、後半のどこかで左右クリックのアースアロー、こちらを挟むといいと思います。そしてもっと厳密に言うと、グラウンドスパイクの最終打撃のラストギリギリで命中率とクリティカル上昇の特化効果が切れますが、食バフ闇の精霊バフスキルのクイックタイムなどで攻撃速度が上がっている場合は全て乗せきれますので、そこはね許容範囲ということにしておいてくださいませ。そしてこのスキル回しの後、攻撃力や狩り場によって敵の残り具合や次のグループへの殲滅開始などタイミングはいろいろあると思いますが、まず
敵が少し残っているだけの場合はグラウンドブラストの後シフト左クリックフレームバースト3回や後ろ F からの F 長押しライトニングボルトライトニングバーストライトニングプラズマこちらで処理をしていきます。特化効果などつけてませんのでバフやデバフ効果は切れてしまいますが残党処理程度なら十分やれます。さらに敵が残っている場合は前 C や後ろ C を打ちましょう。この2つのスキルは CT が6秒と短めになってますのでここで打ってしまっても次のグループの殲滅時には CT は返ってきてます。そして敵が多く残っている場合この場合は初手から入ります。ただしこの場合はダイヤモンドダストアースクエイクの CT が返ってきてませんのでちょっと違う回しになります。初手から行くとグラウンドスパイクマルチプルマジックアローエレクトリックウェーブクエイクバーストそしてメテオストライクこれをダイヤモンドダストの代わりに打つという感じですね。スキル特化はダイヤモンドダストと同じく3段階の攻撃力と攻撃速度上昇をつけてます。そこからフレームバーストライトニングボルトライトニングバーストライトニングプラズマアースクエイクグラウンドブラストという流れになります。ざっくり言うとダイヤモンドダストが打てる状況では前半紹介したコンボを使い CT 中であれば今紹介したコンボを使うというコンボ A コンボ B を用意した形になります。コンボ B の途中でおそらくダイヤモンドダストの CT は返ってくるはずですが半端に使ってしまうと次のグループでダイヤモンドダストメテオストライクの両方が使えないという状況が発生しますので楽に立ち回りたい方は温存しておくのをおすすめします。スキル回しはこんな感じですね。こちらのコンボを使い分けて打っていくことで基本的にあらゆる状況全場面で CT 管理なし極力簡単操作全バフとデバフとダメージを意識した無限ループが可能になってます。今後も調整が入るとのことですので今回はざっくりとした動画になりましたがよろしければぜひ参考にしてみてくださいませ。それでは今回の動画はこの辺で、よろしければチャンネル登録、そして高評価、ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アデュー。